ウィリアム・トゥポーはニュージーランド・オークランド生まれのラグビーユニオン選手である。ジャパンラグビーリーグワントヨタベル・ブリッツでプレーする日本代表。以前は NRL のノース・クイーンズ・ランド・カウボーイズでプレーした。ラグビーユニオンのオーストラリア高校代表に選ばれたことがある。弟のセミシモ・ラグビー選手、トンガ人の両親を持つ。2歳の時にブリスベンに移住した。 父の影響で10歳で、ラグビーユニオンを始めた。高校時代は、オーストラリアブリスベンで過ごし、オーストラリア高校代表にも選出された。高校卒業後にラグビーリーグに転校した。NRL のブリスベンブロンコスに加入して、トヨタカップでプレーし、ノースクイーンズランドカウボーイズに移籍して、NRL デビューした。ラグビーリーグのトンガ代表にも選出された。 2012年に再び、ラグビーユニオンに戻り、ウェスタンフォースを経て、2014年、日野自動車レッドドルフィンズに加入した。同年9月13日に行われた、トップイーストリーグデブ、一が一節の釜石シーウェーブス戦にて、先発出場で、日本での公式戦初出場を果たした。2016年、コカ・コーラレッドスパークスに加入した。2017年1月には、 スーパーラグビーサンウルブズの2017年スコットに入り、同年6月17日に行われたリポビタン D チャレンジカップ2017アイルランド戦にて先発出場で日本代表初キャップを獲得した。2019年8月ラグビーワールドカップ2019の日本代表に選出された。2021年トヨタベルブリッツに加入。ありがとうございます。